皆さんこんにちは。佐藤トールのアメダスチャンネルへお越しいただきありがとうございます。今回も私四国メタンが皆さんをご案内いたします。今回は滋賀県にある長浜アメダスです。風向風速計や通風塔がある普通のアメダスです。それでは全体写真から参ります。最初にアメダスの北側から、続いて東側から、南側から、西側からです。続いて個別の観測機器を見ていきます。風向風速計です。超音波式のものに更新されています。雨量計です。除炭がついています。除炭とはこのカバーのようなものです。雨水の補足率を上げるためのものです。下から撮影するとこんな感じです。側面には雨量計の形式を示す表示板が貼り付けられています。書かれている内容からヒーター内蔵式の雨量計だと思われます。雪対策でだいぶ高いところに設置されています。こちらは雨量計作業台です。ここに立って雨量計のメンテナンスなどをするのだと思います。通風塔です。中に気温計が入っています。通風塔内ではファンが回っており、下から空気を吸い上げてその気温を測定しています。監視カメラです。柵の中を観測路上と言いますが、ここのアメダスの路上は人工芝で敷き詰められています。人工芝はここで初めて見ました。薄い防草シートよりも雑草の侵入を防ぐ効果は高いと思います。長浜アメダスの所在地はこちらです。このアメダスはかなり特殊な場所に設置されています。そのためこのような看板もありました。このアメダスは高時川という一級河川の河川敷に設置されているのです。一級河川の河川敷は国土交通省により管理されているので、たとえ気象観測のためとはいえこのような標識が必要になるのです。標識の内容を読むと物の名前がわかります。これが側風塔で、一番上に風向風速計があります。こちらが雨量計です。そして雨量計作業台です。筐体というのはこちらのデータ変換機のことかと思います。電柱はこの写真にはありませんが、監視カメラが取り付けられた柱だと思います。ハンドホールというのはこのマンホールのようなものでしょうか。アメダスへの行き方です。最寄りの駅は北陸本線の虎姫駅です。徒歩で2キロ弱、25分ほどかかります。一駅米原寄りの長浜駅からバスで行くことも考えられます。こちらに国道虎姫というバス停があり、ここからなら歩いても10分以内で行くことができます。バスの時刻表はこんな感じです。帰りはこんな感じです。履歴です。当初は旧虎姫町内にあったため
虎姫という名前で設置されました。2010年に長浜と名称変更されましたが、虎姫町が長浜市に吸収合併されたことに伴うものと思われます。同時に移転されています。気象庁の履歴ファイルによりますと、移転前のアメダスの所在地はこちらです。川の堤防よりも内側にあったらしいのですが、30年以上もこんな場所にあって大丈夫だったのでしょうか。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。